フィランギ・フィランギはインドの刀剣である。その語源は西ヨーロッパのフランクを語源とするヒンディー語のフェランギーから来ており、ポルトガルとの交易によって西欧諸国、特にゾウリンゲンから輸入されたバックソードがインド風のこしらえにされたものである。後に自国でも製造されるようになった。 フィランギの全長は1.1メートルから1.5メートルほどで、そのうち剣心は短くても1メートル、大きければ1.2メートルほどもある。まっすぐな自家刀で、切っ先から3分の2ほどが両場で、根元の方は片葉になっている。刀身の中心には、血溝と呼ばれる溝がある。握り手には、片葉のある側に、球状の森剣が取り付けられている。として皿状の,のと、 突き出た際のような飾りがあるのが特徴である。身幅は3センチメートルほどで、重量は1.6から2キログラムほどある。同時代、西欧では一般的な剣である、ブロードソードとほぼ変わらない作りをしている。フィランギとよく似た形状のカンダという剣もあり、こちらはフィランギよりは短めで切っ先も鋭利ではない。カンダはもっぱら切りつけるのを主とした剣である。 16世紀頃に誕生したフィランギは、その長さから騎兵用の剣として用いられた。この剣は、正教な騎兵隊を有していた、マラーターの剣として有名で、マラーターの戦士は騎兵に限らず、フィランギと縁立てを装備していた。だが、フィランギは彼らに限らず、ムガール帝国の騎士や宿教と、ラージュプートの間でも好まれており、帝国の君主たちは、栄光と武勇の象徴として、 フィランギを携えた。時代は降り、1857年に、インド人傭兵らが、ムガール帝国最後の君主、バハーズルシャー二世を擁立して起こした、反乱の時代でもフィランギは、騎兵用の剣として現役であった。ありがとうございます。